乾杯。もう情けねえな、お前。今日はエニシアに来てます。ずっと気になってて、うん、超近い俺らのバーのもう目と鼻の先ぐらい、うん、ここはタバコ吸えるね、またもや髪も吸える。で、まあ、ちゃんと腰もあってね、すごい雰囲気とても良い、落ち着いた雰囲気の居酒屋。なんでこの料理がおしゃれすぎて、タンポポ、タンポポあるやん。今日のテーマはまあ同伴っていうテーマで動画を進めていくので、よろしくお願いします。でもさ、そのテーマだとしてもさ、今まで誰も同伴したことないからさ。どうやってだって飯食うだけでしょ。じゃあ早速食べるか。大丈夫、見して大丈夫、うん、でも大丈夫だ、俺眉毛あるっていう。ないからね、ない、ない、ない、もうないです。これ刺し、これ何、刺身の盛り合わせ的マグロでしょ。うん、したんだよ、紹介してる最中に。本マグロの盛り合わせ、こんなのも、こちらですよね、鳥天さん。さん付けなんだ。うん。やっぱり食材に役立ちたのかみたいな。トリコ。はい、西洋料理のお出ましです。おざーす。これいっちゃいます。なくなる、うん。全部とろける。もうない。うん、本当にうまい。これやば。ボトル2500円、金宮で頼めるんで、いっぱい飲みたいんでボトルで頼んじゃいましたっていうところで、いっぱい飲みたいんですよ。みんながどうぞ。いや、昨日マジで間違えた、今日のために金曜日飲むのもうやめるわ。ほら、今日楽しみにしてんでしょ。めっちゃしてたよ。じゃあ、はいはいはい、じゃあ、はいはい、どうや、毎日みっちりトレーニングして、だから結構その試合とか一回もしたことない同士で食べたわけよ。デプシロールで、あ、負けた、届いてない。すごいな、何を、あ、またほら見た、今達成した、グラビアが仕方ない。武藤さん一口も飲む。失礼だよ、ムービーに。やべ、ダメだよ、ダメだよ。待って、情けねえ。どうしよう、すまない、こっちでいい。でもやっぱ、思った、人がしない飲み方はちょっとしないといけないから、してきちゃうんだよ。かっけー。やっぱトムの金宮作る人に真剣にしようぜ。トムの金宮作る人、いいよ、ほら、いつもやるとこな、俺は何も言えないからね。こんぐらいやな。いやー、お前弱気。俺はこんぐらいでいくわ。あと立つかどうか自分でやりたい。お前らに任せる。お前らに任せる。弱気すぎる。じゃあ気合入れ直してきたわ。バカみたいに飲むしかない。いいとこ伸ばしてくる。やってないよ。やってないよ。ちなみにその酒作ったのはもうなんか。え、濃くね。いや、これとか、え、俺のとか飲んでみ。いや、いいよ、それ。じゃあ俺、この、え、まあ、正解は動画で確認して。追いついた。追いついたわ。めちゃめちゃターゲットされるよ。絶対追いついたわ。しかもカイトも今日飲み目高いから、もうだから3人で飲み会やな。なんで俺が。俺弱いもん大好きだから。俺自分より下水が得意や。じゃあ飲みますか。さあ始まったわ。バカ飲みって決まったもんな、もうだから。じゃあやっちゃい、そこは YouTube になった。天下の冒頭。マリンさんできない。お前逆やろ。
そんな顔してるこれはね、まだね全然わかってないよ全然あれまだねいや、これで俺カイトとトントンだよみんなあの一本じゃ足んねえな相手ビールにするよし家の最後のジャンケンやってお前がやりたいやつやだから俺が負けた場合は俺これいいですけどだから負けた場合はじゃあビールとかでせーの最初グッジャケンポイントマジでナイスマジでナイスマジでナイスなんか俺賭けあるお前ら賭けあるこれね、テーマなんだっけ今日ちなみにテーマがこうやって確認してドハンキマチョのドハンだよお前こんなとこで男がさ、ドハン中にベロベロやってた店で金使いやるって気になるよねだから俺らしたことないから確かにドハンにいいっていう予想そうそうそういやでも絶対いいと思うトミーホンさんロックあ、それで、あ、それがいいなリザリアいや、ロックがいい俺20歳、これ思い入れあるんだよ20歳の時にレントっていう黒糖焼酎俺一気飲みして起きたらあのケツの中にシュークリーム挟まってたからだからこれにチャレンジしてほしいとりあえずなんかそのレントかけたらなんかやるベッドしてやるベッドかっこいい今のかっこいいよ結局お前は胃の中のカワスってことだぞこのレントをかけたしお前はどれだけの勝負を受け取れるか普通のジャンプ面白いじゃねえシンプルイズベスト男気やな最後はどっちだどっちだ男気じゃんけん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 っていうことで、あのここはあれやね、そのキャバ嬢とかの同伴でなんか落ち着きで飲みたいっていう人にはおすすめっていうところです絶対こういう飲み方はしないでください本来は絶対違う絶対違うだから俺たちはさ、酒飲みバカしようだからそうあと前半と後半でね、ちょっとあの店変わったような飲み方しちゃったそうそう俺たちはその、もうそれしかない病気だからまあ落ち着いて飲みたい人にはおすすめですよでその後ぜひあのレンタルの M スズメのとこに足を運ばないようにだけ気をつけてください2秒です、うん